皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。すごいことをやりますね、アメリカね。アメリカの議会で所有権の放棄を TikTok の CEO が求められたんですね。で、その時にですね、彼はこれ動画が流れてるんで、ちょっと聞いてみて well, I respect American social companies don't have a good track record with data privacy and user security. I mean, look at Facebook and Cambridge Analytica, just one example. So, so uh, I, I do think that you know, it is not about the ownership, it is a lot about making sure we have Project Texas, making sure that we're protecting and firewalling US user data from unwanted foreign access, giving third parties to come in to have a look at this and making sure that everybody is comfortable. We're giving transparency and third party monitoring, and that's what we're doing for Project Texas. いやー、同じアジア人として誇りに思いますね、この中国の CEO。そりゃそうですよね。Facebook や Twitter、あのイーロン・マスクさんが買収する前の Twitter ですよ。それを使って、それはよくてですね、僕らも使ってますね、Facebook や Twitter。まあ、これも Twitter で配信してるわけですね。で、TikTok や LINE は、 個人情報を盗まれるから危ないんだと、使うなって言ってますよね。どんだけなんかおめでたいんだと思いますよ。もう皆さん分かりのとおりです。ここに書いてますね。Facebook とケンブリッジアナリスティカ。このみんなの情報を分析して、 いいたっていうこと情報を取ってたっていうことがもうバレてるじゃないですか。アメリカン・ソーシャル・カンパニーは、グッド・トラック・デコード・ウィッド・データ、プライバシー・アンド・ユーザー・セキュリティこれ持ってないでしょって言ってるわけです。これ、グーの音も出ないでしょ。その一例がこの Facebook とケンブリッジ・アナリティカですね。これ誰だって知ってて知、まあ 普通、あの、ネットのですね、プラットフォームを考えてる人は誰だって知ってますよね。有名ですもんね。でもっと言うとですね、日本のその戦争屋の傀儡は、こんなところに出てったら、まあ、英語でも言うかもわからんけども、もみ出してですよ。はいはい、わかりましたってやってるわけですよ。 ス,コアってスキースコアで、これも国会で何か言った人がいるし、私も取り上げました。エクスキースコアって、どうぞ、あの検索してみてください。これで監視され、情報を集められているのは一体誰でしょうかね。だから、私、この人たち、戦争屋とか、なんていうかな、グローバリスト。 自分こそが支配者だと思ってる人たちはですね、こういう悪いことを他の人もやるだろうと。ね、自分がやっている悪いことを自分はこんなことをもう考えついてやるんだから、当然他の人もやるだろうって、そう、まあ、これあの、性悪説ですね。性悪説に立ってるっていうか、 フェイスブックやツイッターでですね、悪いことやってきた。ツイッターの、あの、ことももう今、イーロン・マスクさんが何をやってたかっていうのを、アメリカの大統領選挙でも何をやってたかっていうのも、もう表に出てますね。フェイスブックやツイッターは僕らの情報を集めてないと思うんですかね。そう言ってるわけです。TikTok の,の CEO はね。そしてアメリカの議会で堂々と論人を張ってるんです。 同じようなアジア人としてですね、本当に僕もあそこにだ行かれたあの、呼ばれたら、まあ呼ばれることはないでしょうけど、予算国の国会議員ですから、この人の姿勢を見習いたいですね。私もあの世界の会議の中で、彼と同じように言うべきことはきっちり言ってます。それは言わないと、まあ、アメリカにあのホームステイしたときに、 パパのもあれおじさんだったかなアメリカのそのコミュニケーションはパンチだよって最初に。そして握手するんだよって。僕に言ったのを覚えてます。23歳の時だったかなカリフォルニアのマリナ・デルレーっていうところで。え、パンチですかって。じゃあ相手に怪我させるんですかって。いやいや違うよと。自分が 自分たちの立場や自分たちがの主張を最初にちゃんと言うんだよって。もみ出する日本人を見てきたけど、それみっともないよって、そのおじさんは僕に言ったんですね。みっともないっていうのは言い過ぎじゃないですかって。もみ出してもあの、それはなんか手がかよかったんじゃないですかって僕は言ったんですね。でも、いろんな外交交渉で見てると、 もうアメリカ人となれば、薄ら笑いを浮かべてですよ、まるでそのどっかに行ったその猫のように丸まって、尻尾ももう絶対に立てることなく、はいはいって言ってる、そういう姿は何回見ました。だからおじさんが言って、その僕のホームステイ先のですねパパのおじさんが、多分あれ、おじさんだったんだろうな、ちょっともう今、記憶が曖昧ですけども、ただそのことは、ばはよく覚えてます。 パンチっていうのはその物理的なパンチのことを言ってんじゃないんだと、そしてアメリカ人はこういうふうにしっかりと言う人が好きで、そのだから握手するんだよっていうことをおっしゃいましたね。まあ、それがアメリカ人かっていうのは、これが一般的かっていうのは私も分かりません。ただ、コミュニケーションの仕方がずいぶん違ってるっていうのはその通りでしょうね。 だから、もう一回言いますけど、フェイスブックやツイッターで、ま、OK で、TikTok の CEO に所有権を放棄させるよく言うようと思いますよね。だからもうグローバリストで、自分たちがいわゆるマスターだと思ってる人たちのおごりですね。僕は昨日もアメリカの,あの友人とやり取りしたけども、建国の精神はそれじゃないでしょ。 アメリカのですね、建国の精神を君たちなんだと思うってアメリカ人に聞いてみてください。フェアって必ず言いますよ。フェア。そしてフェアと寛容なんです。これ、アメリカ議会で彼が求められたことってフェアですか寛容ですか全くアメリカの建国の精神と違ってるでしょアメリカはね、 あの私、あそこに、あそこっていうか、あの国にお邪魔して思うのは、なんかに乗っ取られたかのように戦争や、まあ、トランプさんの言葉を借りれば DS ですね、DS に乗っ取られて、それは建国の精神から最も遠いんですよ。X キースコア、この X キースコアについても、むか昔はですねあの陰謀論のようにエシュロンっていうのが言われてましたね。 で私たち国会議員、まあ、ロシアに、ロシアというか、旧ソ連に行っても、まあ、冗談がありますね、何か欲しいものがあったら、ささやけばいいって、例えばお風呂のネジが緩んでたお湯が出ないとか言ったら、なぜか翌日にはあのお湯が出るようになってるって、これ、ソ連に行った時の人たちの、まあ、冗談ですね、つまり、聞いてるんだよということですね。 私が田中角栄さんのところに行ったときに、まあ彼はもう脳のアタックで喋られなかったから大、大越前会のそのトップの人が出てきたんですね。斎藤隆景さん。彼はこう言いましたね。君たちの行動は全部知られてるよって。だから、田中角栄さんのように日中国交回復して、その戦争屋の意に沿わないものは、 あれロッキード事件ってアメリカで発覚するんですよね。そして日本に飛び火して田中角栄は悪だっていうことで5億円なんかもらってないんだけど潰されてたんだよってだから君たちは隣の壁にもあの耳があると思って絶対に誰からも後ろ指を刺されないそういう強い政治家になって日本を独立させてくれって言ったんですね。これ僕の言葉じゃなくて斉藤 高影さんの言葉です彼はその後まあすらしいお医者さんだったんですけどね県会議員に、まあ、当時私自民党なんで自民党のその県会議員先輩県会議員がですね江藤新平さんの銅像を私に託して越山会に持ってった斎藤隆景さんに差し上げたんですねもう彼は亡くなってどれぐらいになりますかね新潟に行って 手を合わせたいと思います。もうこれで最後にしますけども、僕らはやっぱり最後、その、侍の葉隠れっていう地で座ったんで、侍を目指したいですね。そして死ぬんだったら侍のまんま死にたい。侍に慣れてたらですよ。今僕は自分自身が侍とはとても思えないから、まだまだそ,そこには修練しなきゃいけないものがいっぱいあります。でもね、薄ら笑いを 浮かべて、もみ出して、そして入って、尻尾を丸めて帰ってくるような日本人にはなりたくない。そういう政治家にはなりたくない。どんな強大な権力であっても、言うべきことは言う。やるべきことはやる。まあ、ペンタゴンで、まあ、これ裏話になりますけど、ラムズフェルドさんが言った言葉に、僕は、 強く反発しましまたもんねでも言わなきゃ分からないんです。言ったら引っ込むんです。つまりパンチを出せば握手が来るんです。パンチを出さずに尻尾を丸めたら軽蔑しか来ないということを申し上げてこの TikTok どうぞあのもう一回彼のあれを聞いてみてください。 American social companies don't have a good track record with data privacy and user security. I mean, look at Facebook and Cambridge Analytica. Just one example. So, so just uh, one do that example. We have Project Texas, making sure that we're protecting and firewalling US user data from unwanted foreign access, giving third parties to come in to have a look at this, and making sure that everybody is comfortable. We're giving transparency and third party monitoring. And that's what we're doing for Project Texas. まあ自分は正直に皆さんにここで自分の気持ちを言いたいと、ストレートですね。あの日本の中で中国ディスってるネトウヨの方々、このレベルまでなりますかまあレベルって言葉は嫌いだな、えー、こういう姿勢できますか 僕はそういうものを目指していきたいと思います。それじゃあごきげんよう。